皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル。今日の担当は西本りみです。よろしくお願いします。今日は私たちの特技好きなことを披露したいと思います。ってやっぱりね、私といえばチョコ、アイムチョコなので、あのチョコを使って食レポの練習をねしてみたいと思います。言葉が出てくるかがだいぶ語彙力不安があるんですけども、やってみたいと思います。でね、ルールが一つありまして、こちらのだんだだーくじが入ったボックスがあるんで、この中から一つキーワードを引いて、でそのキーワードを絶対食レポに混ぜ込まないといけないっていうルールを用いまして、食レポをしていきたいと思います。というわけで、せーの、まるで丸々のような、あーでもまあまあなんかね、まるでチョコのようなみたいなというわけでやっていきましょう。食レポスタート。やってまいりました、西本りみの今夜もりみチョコ、パーソナリティの西本りみでございます。あ、西本チョコりみでございます。よろしくお願いいたします。本日ご紹介いたしますチョコレート、こちらです。じゃーん。コンビニとかでもよくお見かけします。スーパーとかどこででも結構お見かけします。板チョコ型のチョコレートがこういう風にあのこんな形でこんな形で売られてますねあの結構上品なというかイメージがあって、でも実は私これ食べたことないんじゃないかと思っております。それでは早速一口いただきます。うん、あ、美味しい。すごい甘さめっちゃ控え、うん甘さが控えめでございます。あの、なんでしょう、すごい上品な甘さで、だからといってブラックじゃないし、でもミルクチョコレート、よくある板チョコとかよりかはすごく甘さが控えられてて、上品な甘さっていう印象があって、うんね、まるで何でしょうね、まるで、わかりますか皆さん、語彙力のなさはこういう時に影響するんですよ。まるで鳥取砂丘に咲いた一輪の花なんやろ、食べた瞬間頭の中に砂漠が広がったんですけど、なぜでしょうちょっともう一回やっていいですか。ちょっともう一回やりましょうか。もう一回やろう。ちょっとお題変えたらもうちょっとさ、いいかもしれない。虹、チョコレートに虹ってあります虹か、これは同じチョコで、はい、じゃあ虹か、しかもこのチョコに虹か。やってまいりました。何でしたっけね、今日のリミチョコみたいなタイトルにさっきした気がします。動画で後でチェックします。パーソナリティの西本チョコリミでございます。よろしくお願いいたします。というわけで今日はこちらのチョコレートを食レポしていきたいと思います。いただきます。なんとこの上品な口どけ、口の中にカカオの風味が広がっていきます。まるで頭の中にチョコの虹の架け橋がカカオとチョコの虹の架け橋が渡っているかのようですね。なんやこれ、もうダメだ。でもね、あのチョコは本当にめっちゃ美味しいですね。あのチョコ苦手な人とか甘いの苦手な人でも美味しいと思います。あとこの時期はチョコ溶けるんで絶対冷蔵庫に入れましょう。ということで口の中がチョコでいっぱいです。今日はここまでにしたいと思います。次までには完璧な語彙力を、ちょっと国語の勉強をしていきたいと思います
というわけで、こちらの響きスタイルは毎日誰かが更新しておりますので、ぜひぜひ、気に入ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。以上、西本チョコリミでした。バイバーイ。